はいどうも、名古屋の塾講チャンネルをご覧の皆さん、どうも塾長の井上です。どうもこんにちは。今日はですね、問題集参考書紹介シリーズになります。今日はこちら、出る順過去問図形合格編の307問、応文社から出てるものですね。で、まあこの教材ね、シリーズ化されてて、まあ、デルジュンシリーズっていうシリーズ化されてて、まあ、ブランドもありますし、まあ、僕が中学受験の時にもありました。まあいろいろとね、そうですね、名前がねやっぱ出る順番っていう意味で、まあ、良さそうっていうのもあると思うんですけども、ただねやっぱりこうなんだろうな、名前と中の内容っていうのがちょっとずつ違ってるかなっていう印象もあるので、そこら辺注意してね、まあ見ていただきたいと思います。どうぞ。はい、じゃあ説明していきたいと思います。この教材、受験用、定期テスト用、修復習用、受験用になります。そしてね、この受験用と言ってもまあレベル的には標準くらいかなっていう印象ですね。なのでまあある程度勉強ができてきて、そうだな、夏、小6の夏とか、まあちょっとこう苦手な分野があるっていうのを、まあ、埋めたいなっていう子に関しては向くかなっていう教材です。ただまあ、基礎固め、いわゆる春とか1学期ぐらいですねにやる教材では全くないですね。まあ、最後の詰めって言われるとちょっとどうなんだろうな、まあ、簡単すぎるかなっていう印象もあるんですけど、だいたい偏差値的に言うと50から55ぐらい、いわゆる平均的な学校を目指す子に関しては、まあ、そこのね分野が出るっていうんであれば、その分野をね埋めるためには、まあ、この教材買ってやってもいいと思うんですけど、先ほど申し上げたんですけど、ちょっとレベル的にね簡単なんですよ。だからまあ受験の基礎固め、基礎というか、まあ、標準固めっていうんですかね、標準固め用教材としてやるんだったらまあいいかなと思いますけど、って感じですね。あとは、まあ、出る順っていうので、出る順番、いわゆる平面図形だったらどういったのが出る、空間図形だったらどういったのが出るっていうので、まあ、まとめてはくれてはいるんですけども、いるんですけどもね、ただ問題のね傾向っていうのが、まあ、この問題が一番、この例えばね空間図形の中ではこの分野が出ますと、ただその分野の中でも一番こういった問題が出てますよっていうとこまで限定してるのかなって言われると、ちょっと違うかなっていう感じなんですよ。分野はねそりゃ限定して出る順番っていうので言ってはいると思うんですけど、その分野の中のどういった問題がっていうとこまではちょっと違うのかなっていう、ただいわゆる品質問題っていうものを選んでるような感じがするんですよ。まあパターン問題とか品質問題、よく学校とかで出されるような、そういったものを選んでるかなっていう印象ですね。まあ全然悪い教材ではないですけども、ただレベル的にもめちゃくちゃ高い学校とかを目指してる、まあめちゃくちゃ高いといっても、まあまあそれなりの学校を目指してる子からすると、この教材っていうのは簡単かなっていう印象です。なんで先ほど申し上げたんですけど、ちょっとね今自分に穴がある、でその穴を、まあ、埋めるのがちょっとめんどくさいなとか、いろんな教材で選ぶのめんどくさいなっていう子に関しては、この教材買ってその分野の部分だけやるっていうのがおすすめなやり方かなと思います。1ページ目から最初から最後までねやるかって言われるとちょっと違うかな。小4とか小5ぐらいで、まあそれなりに図形問題できるっていう子に関してはそれやり方でもねいいとは思うんですけども、ただ小6のね夏過ぎぐらいに、まあ秋冬ぐらいかにちょっとこうやって、でまあまあこれ簡単だろうって思う子は、まあやんなくてもいいかなっていう、そういった教材ですね。過去問っていうことでね、一応やっぱり品質問題で、まあ、出そうなレベルのものも選んではくれてはいるんですけども、ただっていう感じ。そしてね、他の教材でも結構ねこういった分野別っていうやつなんですけど、分野別にこう分かれてる教材っていうのも結構あったりとかするわけですよ。でそしてその問題量っていうのも結構多かったりとかするので、なんで出る順っていう、まあ、いわゆる品質問題で、まあ、ある程度のレベル、まあ、偏差値50から55ぐらいのレベルを、まあ、やりたいなと、でそれを選ぶのがめんどくさいなっていう、まあ、回答解説も結構詳しいし、まあ、分かりやすいことは分かりやすいですよ。まあ、ちょっとその控えめにやってるっていうのもあるので、なんでそういった子に関してはまあ向いてるのかなっていう教材ですね。塾通ってる子たちが、まあ、苦手分野を埋めるためには通ってもいいと思うんですけど、1ページ目からやるかって言われると、そういった子は塾通ってない子がやるかな、通ってる子だとちょっとしんどそうっていう感じですね。まあ名前がねやっぱり出る順っていう、まあ、シリーズ化もされてるし有名だし、まあ良さそうって言って買われる方もいらっしゃるんですけど、
僕はね結構使いにくい教材かなと思うんですよね。やっぱりレベル、あとどういったタイミングで使うのか、そういったものがね、っていう感じ。最初から1ページ目からやればいいってわけでもないし、僕も中学受験の時ねやってたんですよ昔。でも結局やらなかったんですよね。半分もやらなかったと思いますね。やっぱり自分の苦手な部分だけやったっていう印象があったので、なので多分ね、まあ受験生に関しても使いにくいかなって思う部分っていうのがありますね。なんで使いにくいかっていうのは、やっぱりこの分野もっとやりたいとか思ってたりとか、あとはもうちょっとレベルが高いのやりたいなと思っても問題数が少ないんで、でまあ、そういったものが関係してるかなっていう感じですね。なんで偏差値50、55ぐらいで、まあ、基礎固めというか標準固めですね。でそれぐらいの学校を目指すっていう、この、まあ、重点的にやりたいっていう子に関しては向いてる教材かなと思います。ぜひ参考にしてください。参考になったってことはね、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。じゃあまたね。